1> 第1回北園紅茶文化祭が11日から13日にかけて、福建省県王市で開催されました。また、同時に県州博物館が開館し、総体茶文化展が行われました。北園紅茶は県州の茶文化として、中国の歴史で非常に重要な地位がある。このような大事な時期に、私たちは北園紅茶文化を再構築したいと思う。 北円紅茶は、県央市内で栽培、生産、加工、販売されているお茶の総称で、歴史的には竜団方面と呼ばれる固形状のお茶、健康茶を指すことが多かったが、今では新たに開発されたウーロン茶のことを指します。現在、県央市全域に茶園が13万6000部あり、お茶の総生産額は50億円近くに達しています。